あなたの心に火を灯す今回はフラワーエッセンス研究家の東明人さんをお招きしてお届けしていきますどうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。今回は日本神話の花に隠された秘密ということでお届けしていきます、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします昨日僕東昭さんの勉強会出させてもらったんですけれどもありがとうございます今回ですね日本の神話の中にも いろんな植物が登場するじゃあそれって一体どういうエネルギーなのっていうことをですねフラワーエッセンスの観点からひもいていってもらいますよろしくお願いします。そもそもちょっとフラワーエッセンスって何なのかっていうところをちょっとお願いします。はい、はい、これは1930年代にイギリスの医師エドワード・バッチという人が開発した、まあ、名前の通り花を用いた自然療法の一つということで心を癒す花の療法というふうに、まあ、私も呼ばせていただいております。 でまあ、一体花の何を心の癒しに使うのかっていうところでこの花の持っている、えー、情報波動、まあ、そういったものを人間の心に共振共鳴させることによって私たち人間が、まあ、花そのものの命を生きることを通して自分の本質に目覚めて自分らしい生き方を実現することを通して 健康とと幸福をもたらしてくれるるいうなるほどフラワーエッセンスって何ぞやっていう時にですねキーワードになるのがこの錬金術っていうことですね術っていうとどうしてもこの現代はですねお金儲けするための術 <laughs> と捉える方が多かったりするんですけどもしくはアニメで「鋼の錬金術師」というのが流行ったので例えば鋼の あれってアニメのことだって漫画のことやと思ってる人多いんですけど実際歴史的に錬金術者ははいいいたととうことですね、はい、そしてその錬金術の考え方を現代社会においても生かす方法はないだろうかということでさ、うん、まざまな方が研究したそのうちの一人に。 まあ、最後の一人と言っていいかもしれないですけども、そのうちの一人にエドワードバッチという医師の人がいて。まあ、このフラワーエッセンスを作るときに、錬金術的な手法を使って。その植物から、まあ、癒しの性質を取り出して、治療薬を作ったという経緯があります。うん、の錬金術って、何なんですかね。まあ、あのもともとは、その金属を編成する技術、はい、あの、だったんですけれども。うん、まあ、それが、えー、例えば銅とか。 鉛とか鉄とかか鉄それほど価値があると思われていなかった金属が成長することを通して価値ある銀や金に変容させるうまあそういう技術,術が錬金術だったんですけども、まあ、それを人間の心に当てはめた時に人間の心の中にあるまだ至らない点であるとか、はい、欠点短所そうしたものを錬金術的な手法を使って取り出したものを使うことによって完成された状態、うん、人間として成長した素晴らしさ 本来のその人の人美質、特質、特そういうものを表現して人生の中で素晴らしい自己実現ができるように後押ししてくれるようなものとして、うん、まあフラワイスセンスが現代の錬金術ととして開発されたという背景がありますもともとあったものが変化変容していくものはまあざっくりと錬金術ということ、ね、そうですね、まあ、そういう面はありますね <laughs> なるほどこれ植物イコール錬金術師ってどういうことなんでしょうか、はいあの 現代的な錬金術をバッチが実践するにあたって何を原料にするかというのを考えた時に鉱物ではない動物ではない植物こそがまあその錬金術的な手法で作ったえ薬剤の原料になりうると考えたんですけどなぜなら植物自体が錬金術師だっていう一面があるんですね。というのはまあこのスライドにも出てますけど植物というのは自分が生きていくために必要な栄養を他に依存することなく他の命を奪うことなく 次第元素を使って自分で生み出すこととができるとうん、うん、この次第元素からこう新たなものを生み出すっていうところに非常に錬金術的な要素があって、まあ、植物の場合にはこう見ていただいて分かるように地水花粉、うん、地は地面の中の微量ミネラルそして水は土壌の中の水分、はい、そして火はこの太陽の光、はい、そして空気中の二酸化炭素これらを 光合成することによって植物は他の生物に依存することなく栄養を自分で作り出していると、うんえー、そういう意味で植物はまさに錬金術師という見方があるんですね本来バラバラなものを自分の中で融合させて成長の力に変えていくというところですね。はい エッセンスまあその植物を原料にして作られるフラワーエッセンスというものが作る時にも錬金術的な手法が使われるし、はい、またその効果においても錬金術的な効果が実感されるということでフラワーエッセンス自体も錬金術によっって出来上がったものだとということですね一、うんはい、番目は「花は植物の錬金術による成果」って書きましたけど、まあ、皆さんご存知かもしれませんが。 花というのは実はもともと植物の葉っぱだったものが例えば1枚の葉っぱが1本のおしべに変容し 1>,、うん、1枚の葉っぱが1枚の花びらに変容し数枚の花が合わさって1本の雌しべに変容しそれらを一つに統合したものが花と呼ばれるもの。うん、つまり植物は花を作る時に、 一種の錬金術的な技法を使ってさまざまな形に変容させもともと緑色だった葉っぱを他の特徴ある花に色に色付けというような術を施して作られたものが花ということで、うん、花自体が錬金術によって作られているという観点から、まあ、フラワーエッセンスの原料である花も錬金術と非常に関係が深いといなるほど。こと方に そのお花の個性みたいなものがあるって、ね、そうですね。うん、なので例えばまあ今ここドクダミのね。ド、え、ク、ー、ダミなんですか。花写真を出してます。左側が普通のドクダミですね。はい、えー、ところがこの右側の二枚の写真はまあ八重のドクダミ、八重咲きになっているドクダミということで、この八重咲きになっているドクダミっていうのは本来こうおしべになるべき部分がおしべになりきらず、この花びらというかほうのような。 形をしていたり、うん、あるいはそののような形にもならず葉っぱの形をまだそのまま残していたり、うん、その変容の過程が途中で止まってしまったものがあるいは本来の完成形にならなかったものが、まあ、八重咲きの植物の八重咲きの花なんですけども、うん、まあこの八重のドクダミを見るとこの植物の花というのが葉っぱから作られているものだっていうのがすごくよくわかるんじゃないかなと思ってその花の錬金術の。 働きを見てもらうのに分かりやすいかなと思ってここちょっとスライド用意させていただきましたなるほどドクダミちゃんにも使うドクダミそうですね普通のドクダミでもなんかこの一番右側の写真を見るとちょっとねドクダミの花のイメージとは全然違うような葉っぱの形をそのまま残したような状態でお花って言っていいんですか中間ぐらいなんですか 錬金術ここれどういういとですか、はいまあ、その花を摘んでフラワーエッセンスは作られるんですけどもその時に作りり方ににおいいて錬金術的なな手法が使われるととうことになります、うん、まフラワーエッセンスを作る時にはこの自然の湧き水と太陽の光水と火という2つの要素が必要であとそれに植物があったらもうできるっていうぐらい非常にシンプルな作り方をするんですけども火の力によって 植物の花の中に宿っているその先ほど私が言った花の命そこにフラワーエッセンス的な癒しの性質が込められているんですけども、うん、この花,に花の中に宿っている物質の中に宿っている花の命目に見えない精,精妙なバイブレーションを火のの力をを使っってて物質とと霊的なものを分離すすするるこによ抽出んですねんでその抽出した霊的なものを受け止める媒体として水というものを使っていて。 でこの水と火を使ってこの樹物の本質的なものを抽出するっていうのがまさに錬金術的なな手法でで行われていたことなんですね例えば錬金術であれば蒸留というようなことを錬金術師たちは行ってそこから、まあ、例えば賢者の石を作ろうとか、はい、錬金術的な医薬を作ろうということをしていたわけですけどもそれによって植物の中に含まれている目に見えない方向成分精油に見られるような 成分を抽出し、うん、そして生命なものと粗雑な物質的なものを分離すると、うん、そこには蒸留熱の力ですね、はい、火によって水を熱してその熱の力によって物質と精神、うん、霊的なものを分離するということが行われていたと抽出してるということですね、はい、こちらは錬金術的変容物ってどういうことですか 私たち人間が使うことによって先ほども言ったような私たちの中にあるまだ成長しきってない途中です成長が止まっている私たちの中の性格の一要素それを完成形へと高めてくれる導いてくれる働きがあるということでフラワーエッセンスの働きはその錬金術的な心理的な錬金術的な変容を生む働きがあるというまあこういうところにフラワーエッセンスの錬金術的な特徴というのが見て取れるんじゃないかと思います。なるほど まあそれぞれですねこの東さんの研究テーマとしてもお花っていうのはエネルギーであったりだとか何らかの心に及ぼす働きを持っているということなんですけどもそれがですね日本の神話古事記にもですねいろんな植物が出てくる、はい、で何らかの場面でこの植物が出てくるっていうことはやっぱり意味があることなんじゃないのか、ね、ということでそのあたりですねちょっと考察していきたいと思いますえまずですね今回五種類の植物紹介させてもらうんですけれども一つがですね イザナギのみことイザナミのみことですねイザナギのみことイザナミのみこと夫婦の神なんですけどもイザナミのみことが亡くなってしまったとで亡くなった妻を追いかけてイザナギのみことが読泉の国に行く見てはいけないと言われてるけども見てしまった見たなということで追いかけてくるという神話なんですけれどもその時にですねまさに四個めですよね えー、妖怪のようになってしまった奥様がですね、こう追いかけてくるという時にイザナギの巫ことがいろいろですね投げて逃げていくんですよね。うん、そうですね。で、何を投げて逃げていくのかというところで、それがですね植物になっていくというところがあります。はい、でちょっと、えー、紹介しますね。イザナギの巫ことが黒みかずらを取ってこれを投げ打てますと。 そこにエビカズラの実がなりました。これ髪の毛ですよね。こう髪のところをバッと投げるとバーンとエビカズラの実がなった。エビカズラの実って何かって言いますと、はいこれがこれ何なんでしょうか。これはええー、まあヨーロッパブドウの花なんですけども、はい、今日本の神話で登場したのがまあブドウの中まあブドですね、えー、ということですね。はい。 これまさに不思議ですよね、こう投げ打ってバーンとやったらブドウができたっていうね、なぜブドウだったのかっていうことなんですが、このブドウっていうのは、フラワーエッセンス的にどういう働きを持ってるのか、ちょっとお願いしますブドウのフラワーエッセンス、まあ、いくつかのメーカーが作っているんですけども、はい、まあフラワーエッセンスの創始者のバッチ博士も作っているし、うん、あと日本に入ってきているメーカーで有名なものとして。 ススピリッット・イイン・ンネイチャー・エッセンスというのがあります、はい、これはのインドではヨガナンダエッセンスという名前で生まれあ売られていてあのインドの近現代の聖人の一人であるパラマハンサヨガナンダ、うんまあ、彼が植物の研究をしていたメモに基づいて開発されたエッセンスという、はいえー、そういうものがあるんですけども、まあ、そのスピリット・イン・ネイチャー・エッセンスのブドウではですね このブドウのフラワーエッセンスのキーワード「愛」というキーワードが掲げられているフラワーエッセンスである意味愛と反対の心の状態例えば、えー、ネガティブな攻撃的な感情とか怒りとか憎しみとかそういう感情が渦巻いている時に自分の中にその愛の源があることに気づいて外に愛を求めることなくこう自分の内側からこう優しさ愛の思いというのが巻き上がってくる。うまあ、そういういフラワーエッセンスが えー、から作ら作れていいると今ここではあのイギリスの「バッチフラワー」のちょっと定義を出してますけども、はい、この相手に対して非常にこう支配的になる、うん、力づくで相手をねじ伏せて自分の言うことを聞かせようとか、うん、自分の目的を達成するために相手を支配するみたいな、うん、そういう心境の時に協調性とか。 そういったものをもたらしてくれるっていう働きがイギリスでは作られていて、まあ、どちらもそういう,こう支配的であったり攻撃的であったりするような感情が渦巻いている時に優しさというものをもたらしてくれるエッセンスなんですねつまりは攻撃的になっている人たちに対して愛と優しさで調和をしたっていうのが最初なんですね。はいはい、なんでこのお 手がブドウの実を食べておいしいおいしいって食べてる間にまあ時間稼ぎをして右に、はいざな、うん、は手を逃れていったわけですけどもまあもしそこにエッセンス的な意味を見て取るとしたならばそのなんかイザナギ憎しみたいな思いがブドウを摂取することによって何かこう優しさみたいな。 ものがこう湧き上がってきてその憎しみの思いが和らいでいってそれでこう追っての勢いが弱まっていったんじゃないかみたいなんそんな意味合いがエッセンス的にはね、はい、感じ取れる逸話ですね今のところは。はい、そしてですねさらに続くわけですよね次はですね何を投げるかっていうと、はい、今度は右の耳面に刺してやった「ゆつつまぐし」を引き抜いてこれを追って投げ捨てると今度はそこに「 高カミが鳴りましたまたヨモツシコメたちがこれをむしり取って食べている間にイザナギの御事はさらに逃げましたとありますでこの高カミとは一体何かと言いますとこれがですねはいじゃん 分かりますね。これはタケノコなんですね。タケノコのエッセンスもあるんですか。お花はね、タケってなまあなかなか咲かないんですけども、まあアメリカでフラワーエッセンスを研究している人で、はい、ええー、まあタケからエッセンスを作っている人がいるんですね。<ー>で、これエッセンス的にはどんな意味があるかというと、実はあの揺るぎない意志っていうテーマがあって、あ,はい、あの自分が掲げた目標を こう達成することができなないいんじゃないかみたいな疑いとか自信のなさみたいなものでこう心が揺れ動いている時にそういう不安感やこう意志の弱さを手放して自分は絶対できるんだっていう強い意志を持って不可能を可能にするそういう思いの強さを後押ししてくれるエッセンスというふうにアメリカの研究家の人は言っています。うんうん 竹の子を食べたっていう逸話の中にも、まあ、その竹のエッセンス的な要素が込められてるんじゃないかっていうのを見たときに、はい、そうすると追っ手の人たちはもうこのまま追いつけないんじゃないか、うん、もういざなぎ捕まえられないんじゃないかっと思ったときに、はい、いや絶対に捕まえてやるっていうことでここでまた追っ手の方に勢いが増しま、ね、逆効果だったんじゃないかっていう、うん、見方があって。そうなんですよねえ今度ははの神は 1500の黄泉の軍を携えてイザなぎの御事をおわしめました余計息をついてきましたねすこのあとねうんなるほどだからちょっとここはもしかしたら竹を投げたのは間違いだったんじゃないかっていう、ね、<laughs> 気もするなるほどでもさらにその後どうなるかって言いますとはい「いざなぎの御事は戸塚の剣を抜くと払いながら逃げました」「ここからですそれでもなお登ってくるんで世物平坂の坂の元にあった 桃の実を三個取って黄泉の軍を持って打ちました。すると黄泉の軍はことごとく逃げていきましたと。で、このですね、桃の実が御神名となる。大釜積みの詔という名前となったというふうに書いてます。そう、桃でございます。はい。はい まあ、桃についてはもう例えば古代中国からもう魔除けの力が宿っているというふうなことも言われていたりして、うん、まあそういうね、えー、自分を襲ってくる折手を追い払うのにはまあ最適な植物だったのかもしれませんね、はいで。この桃もフラワーエッセンスが作られていましてこれも先ほど言った「スピリット・イン・ネイチャー・エッセンス」という中に「ピーチ」のフラワーエッセンスというのがあります。はい、でこれははキーワーワドとしては 無無欲とか無視私,<ー>私心をなくす無視というようなキーワードがあってど,まあどういう人が使うかというと、まあ、もう自我が欲の塊自己中心的な思いでもういっぱいになっている時に他人に対する優しさあ<ー>まあこれもその愛につながるんですけどもその愛を思いの段階にとどめることなくそれを奉仕人のためにその愛を捧げる行為としてその愛を行動に移していく。 その奉仕の実践という形で愛を表現するのを助けてくれるっていう働きがありますうん、うん、これ桃食食べべてててももそうなななるってことなんですらい実はあお花なんですか花を先ほどの錬金術的な手法で抽出することで初めてそういう霊的な働きというのが前面に出てくる,なるほどもちろん桃そのものにはそういう性質は宿っているけれどもうん、うん、それはただ食べただけではそれは摂取できなくて、うん、なその過程に先ほど説明したようなものが必要になります。うん、なるほど あでも最終的にこのだからよも元しこめたちですよねを退けたのはまさに心のまああの先ほどぶどうを食べた時にその愛の思いがよみがえったまあいざなきゃそんなに追い詰めるのも悪いかなみたいなう、えー、そういう思いを実際に奉仕という形で行動に起こすことによって、まあ、撤退していったと、はい、もうこれ以上彼を責めるのはやめようと。 いう思いにさせてくれたのがもしかしたら桃なのかもしれないなというふうに思いますね。さらにですね植物かなり出てくるんですけれども次がですね岩とビラキのシーンでございます。で岩とビラキのシーンでですね何が出てくるかと言いますとはい雨のうずめの見事が雨の格山の日陰を助けにかけてここからです雨の マサキをカズラにしてと言われますねだから雨のマサキっていうのを頭につける飾りとしてあのありますでこの雨のマサキって一体何なのかっていうねこマサキっていう植物だっていう説もあったりするんですけれども、はいはい、これ 一際ではこちらということですね。そうですね。これなんなんでしょうか。低花、えー、カ,カズラという植物で、低花カ,カズラ。まあ普通に日本の雑木林の周りとか、うん、そういうところによく見られる植物。よく生えてるんですか。よく生えてる植物で、まあ5月ぐらいにまあこんな感じの星型の。 白い花を咲かせて非常にいい香りが<ー>ジャスミンの,ものが非常にいい香りがする<ー>花なんですが、はい、あのキョチクという猛毒の植物が多いグループに属する植物でこのテイカカズラも有毒植物ですああ。あ、あんま食べちゃダメなんですね。そうですね、食べちゃダメですね。匂いはいいんですよ。はい、香りはとてもいい香りです。香はいいですね。はい、これどういうエネルギーなんでしょうか。はい、このテイカカズラのまあ仲間でとうキ竹チという植物があって。 これのエッセンスをアメリカで研究している人がいるんですね、うん、でこのエッセンスがあの心のうつ状態とか体の疲労感という、うんまあ、とにかく心も体も重くて暗くてもうどうしようもないっていうような時に東京地区頭のエッセンスを使うことによってまず心に明るさ軽さをもたらしてくれて<ー>それをさらに、えー、体の方にも伝えていくことによって、まあ、心も体も明るく軽くなっていくのを助けてくれる<ー>っていう働きがあります。 なるほど。まあ人生に気持ちがうつうつとして暗い気持ちだったのが、もう人生に喜びを感じられるようになって、その喜びを体を通して表現することができるように後押ししてくれる力がこの定価カカラの仲間にはあります。なるほど。まさに雨の渦めの言ですね。そうですね。はい、いかにもこの楽しそうに踊りを踊って、はいえー、岩戸の中に隠れて,るてなみたいるアマテラスを見る外で何が起こられているんだろうって興味を起こさせるような。 そんな力が多分手かかずらには授かっていたんじゃないかなっていうふうに思いますねうんなるほどそうやってね喜びをこう本当にこう表現したことによって、はい、周りの神々がね本当に楽しんだと書かれていますからねそれが笑いに変わって、はい、岩戸開きにつながっていくという流れでございます、はいはい、最後の植物ですね、はい、いきましょう、はい、えー、こちらですね岩戸開きの時にですねこのように書かれております雨のか山の イホツの正かきというふうふにある、まあ、つまり榊ですね、はい、でこれは本当に神社でですねご祈祷を受けたりする時も玉串奉天といいまして神様に捧げる樹木これも榊というふうに決まっておりますつまりは神道においてかなり重要なんですが榊もですねこうやって花を咲かせるということなんですね。サカキはですねどういったものなのなか もう今のでもエピソードからもまあ想像がつく通りやっぱり神々の世界、はい、その神聖なる世界とのつながりそしてそのつながりを通して自分自身もその神聖なる高みの境地へと導いてくれるような働きが榊、うん、にはあります。神様なんでまあ非常にこう清めの力が非常に強いフラワーエッセンスになっていて、まあ、浄化と解放とか工事の世界事故を引き上げるみたいなねうこういった指標が。 サカキのフラワーエッセンスには知られています、ね、なるほどこれちなみにサオキのフラワーエッセンス作ってるところですね、はい、作っているところでまあ<ー>こういうふうに自然の湧き水にサカキの花を積んで浮かべて太陽の光を当てているんですけどもまあ朝9時ぐらいからお昼12時ぐらいまで3時間ほど太陽の光を当てているとなんとサカキの花に変化が起きてお<ー>真っ白だった花びらが 黄金色に光りかがくように花からが変容していったんですね<ー>これが多分榊のエッセンスの効果を端的に表現していて私たちの心の中にある神聖な部分黄金の部分を光り輝かせる力が榊には宿ってるんじゃないかって。 いうふうに、思います。まさに錬金術です、ね。そうですね。まあ、あと榊と、えとよく対照的、まあ、仲間としてね、榊という。ちょっと違うんですね。とそうなんですよ。まあ、関西の方は、あまり榊見る機会ないかと思いますが、関東では榊が少ないので。そうなんか。あの、榊がよく代用で使われているんですよね。<ー>あの、でも、まあ、これも、えー、お、特には、おは、払いとか。 なんかネガティブなものを寄せ付けないとかネガティブなものの影響を受けてる時にそれをこう払いのけるみたいな力が非常に強くて、うん、まあ花はもっとちっちゃいベル型の花がたくさん鈴なりについてるんですけれども、えー、この花がですね榊は本当に素晴らしいもう崇高な香りがしますけどヒサカキの花は本当に嫌な匂い。 がするんで,すよんですへえそれこそ都市ガスの匂いとかと都市ガスの匂いインスタントラーメンの塩ラーメンのスープの匂いとかちょっとわかんないですね <laughs> うそういうふうに例えられたりする塩ラーメン <laughs> そうですよね皆さん召し上がらないとは思いますけども、まあ、そういうなんか変な匂いがするんですね変な匂いがするものっていうのは伝統的にその鬼を追い払う うん、その嫌な匂いで悪いものを寄せつけないっていう形で使われていたのでこの「榊」はそういう悪いものを寄せつけないサカキは自分の中の神聖さを輝かせる、はい、そういうエッセンスがそれぞれの植物から作られています。なるほど。まあ、でも実際本当にこう見てみて本当にこう神話のですね登場する植物意味なくその植物じゃないと思うので。 やっぱ、ね、すごいそのフラワーエッセンスの働きでひ紐解いていくと面白いなというかつな、うん、がってるなっていうことを改めてですね感じましたこれ、まあ、実はあのイギリスの,そのバッチー博士自身がフラワーエッセンスを研究開発していく中で、うん、神話に着目したんですね。うん、なんで、まあ、バッチー博士が選んだ植物っていうのはケルト人で樹木崇拝をされ,されていたような神聖な植物だったり聖書の中に数多く登場する植物だったりそういうものを 取り入れることによって自分の心人間の心の中に神聖さと共鳴する植物からエッセンスを作ることによって人間の中の神聖なる部分が目覚めていくうそういう働きを。 するものを作ろうとして、おそらくバッチは神話に着目したんじゃないかなというふうに思います。なるほど。いや、面白かったです。えー、またね、本んことね、日本神話は実はまだまだですね。山マタの神話とかでもですよね。あの神武統制でもいろいろ植物が出てくるので、そういったところを掘り下げてきても面白いのかなと思いました。ね、最後ですね。ちょっと紹介させてください。こちらですね。フラワーエッセンス、代表的なこの三つのコンビネーションエッセンスっていうのがあって。これはあの、要は。 トレンドというかうされてるものですね。はい、はい、あのまあ一番最初にあるのが清めというこれ今紹介したサカキとヒサカキともう両方コンビにしたものです。<ー>なんで。 自分を高めて清めてくれるのもあり、悪いものを寄せ付けないものもありと。いう両方の性質を兼ね備えているコンビネーションエッ現実。はい、そこにまあ美はもう追加した三つのコンビネーションになっていて、はい、まあ今ここに紹介しているような働きがあるものになっています、はい。これ浄化ということですね。はい、でそして、これはプロテクションは邪気を受けにくいってことですね。そうですね。はい。例えばこう街中雑踏で、人混みですごい疲れやすい人とか。うん、セラピストの方で、クライアントの方が重たいものを持っていると、その施術が終わった時に、自分も調子が悪くなっちゃうとか。うん うん、そういう方にあらかじめこの防御のエッセンスを使っていただくことによってネガティブな影響を受けにくくなる、えー、そういうエッセンスになってます。イ、はい、インナーチャルドはこれはまあ,あの傷,傷ついた幼い、えー、自分心の癒しのためのフラワーエッセンスで、まあ、自分の中にあるこう幼い頃のいろいろな記憶を掘り下げていってそこ その時に受けた心の傷を手放して本来の自分に目覚めるのを後押ししてくれるようなそんなコンビネーションになってます。なるほど。やっぱね感情の乱れとかね心の乱れって根源的には、ね、やっぱりインナーチャイルドがありますのでねそういった気持ちの乱れだとかですよねまあ、そういったものをですね、えー、克服していきたい方はこのインナーチャイルドおすすめと思います。 こちらですね、えー、とユニアマートで取り扱っておりますので、リンクですね、詳細の方、詳細欄の方に貼っておきますので、ご興味ある方、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、ということで、今回は東さんお越しいただきまして、えー、花と神話の秘密ということでお伝えしていただきました。まだまだ今後ともよろししくお願いいまます。ありがとうございましたよろしくお願いします。ありがとうございました。